全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画では全国障害年金パートナーズの受給代行事例とお客様の声について紹介していきます。今回ご紹介する事例は東京都の YN さんです。病名はうつ病で、請求方法は自己住所、ご利用いただいたサービスは総合コンサルティングとなります。結果は障害年金の日給が決定され、年金額は年間で約233万円となりました。この YN さんの事例を紹介します。1年間海外に単身赴任し、非常に激務であった YN さんです。なんとかやりきり帰国したものの、会社に居場所がなく仲間もいないという状況に陥ってしまい、体が思うように動かなくなってしまいました。会社も休みがちになってしまい、産業医に面談したところ、即日休職となりました。半年間休職した後退職し、その後すぐに再就職しました。治療を継続しながらなんとか働いていましたが、1年ほど前から体調が悪化し、体重も10キロ以上落ちてしまい、就労不能で退職となりました。その後は現在に至るまで療養に専念しています。症状としては憂鬱、不安、不眠、食欲低下、動悸、アルコール依存といったものが出ていました。 YN さんの日常生活は次のような状況となっています。食事は自分で作れない、掃除や片付けは困難、入浴や着替えは外出があるときだけ行う、買い物は自分一人では判断できないので妻にメモを用意してもらう、薬の飲み忘れも多い、人と話をするのが億劫で家族間でも会話が成り立たないことがある、不安な気持ちが強く必要に迫られないと外出できない。診断書を依頼する際、私も同席して障害年金の制度や YN さんの日常生活状況などについて主治医に説明しました。障害年金にとても理解のある先生で、診断書の作成も快諾いただけました。可能であれば過去に遡って障害年金の請求を行いたかったのですが、ちょうど障害認定日は体調が安定しており、病気とは言えないという医師の判断があったため、過去に遡っての手続きは行わず、将来に向かってのみの自己住所請求を行いました。その結果、日給の決定がおりました。最後に YN さんの声を紹介します。これまでは生きていくことすべてに絶望していました。家族の生活について悩み、何度も自殺を考えました。たまたまウェブ上でうつ病でも障害年金の受給対象となることを知り、複数の社労士と相談の上、全国障害年金パートナーズに依頼しました。多くの社労士さんがうつ病では無理と乗り気でない中、うつ病による障害年金専門の社会保険労務士である宮里先生の前向き、迅速な対応を見てコンサルティングの依頼を決めました。実際に依頼してみて十分に満足し感謝しています。おかげで生きていこうという意思が出てきました。 YN さん、ありがとうございます。この動画を見て自分も障害年金を受けられるのではないかと思った方は、ぜひ私たち全国障害年金パートナーズに相談してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。